皆さんこんにちは茨城オンラインサディの時間ですこの動画は中学校2年生社会科歴史的分野第5章近世の幕開け近代世界の確立とアジアの内容ですこの時間は世界の工場の光と影産業革命と資本主義社会の成立について学習します 本時の学習課題は、産業革命は社会や人々の生活にどのような変化をもたらしたのでしょうか？この時間のポイントは2つです。1つ目は産業革命によって社会や生活がどのように変わったのだろうか。2つ目は資本主義と社会主義とはどのような考えなのだろうかになります。 まずは18世紀頃のイギリスについて説明しますイギリスでは18世紀後半頃から技術の改良や機械の発明が生まれました石炭を燃料とする蒸気機関が新しい動力になりましたこれにより大きな製鉄用や工場が建設され蒸気機関車などが発明されました では、18世紀後半から19世紀にかけて、イギリスについて調べてみましょう。調べることは2つです。まず1つ目は、工業化により社会や人々の生活を大きく変えた変化とは何ですか ?2 つ目は、工業力を高め、安価な製品を世界中に輸出したイギリスは当時何と呼ばれましたか一旦動画を止めてワークシートに記入してください。 調べたことを確認してみましょう。まず一つ目の工業化により社会や人々の生活を大きく変えた変化とは回答は産業革命です。イギリスで始まった産業革命はその後フランスやアメリカでも起こりました。日本の産業革命は20世紀初頭です。次に二つ目です。工業力を高め、 安価な製品を世界中に輸出したイギリスは当時何と呼ばれましたか回答は世界の工場です鉄道の開通により労働力や原料が得やすくなり輸送も便利になりました次に産業革命による変化について調べてみましょう調べることは二つですまず一つ目は 教科書に載っている同じ時期のロンドンの様子を表した2つの資料を比較してどのような違いがありますか ?2 つ目は繊維工場で働く子供たちの1日の資料を参考にして次のことを調べてください。1日何時間働いていましたか睡眠は何時間でしたか一旦動画を止めてワークシートに記入してください。 では調べたことを確認してみましょうまず一つ目の同じ時期のロンドンの様子を表した2つの資料を比較してどのような違いがありますか回答は次の通りになります建物に注目したり服装に注目したりしながら貧富の差が拡大したことを理解してください特にスラムと呼ばれていた地区は衛生状態が悪く死者が多かったと言われています 余談になりますが、江戸は衛生状態が良く、世界の都市と比べても非常に住みやすかったと言われております。二つ目の繊維工場で働く子どもたちの一日の資料を参考に、次のことを調べてください。当時の子どもは一日約19時間働いていました。また睡眠は約4.5時間でした。 当然、体調を崩す子供が多く、亡くなる子供が多かったです。次に、資本主義と社会主義について調べてみましょう。調べることは2つです。まず1つ目は、資本主義とはどのような考えですか。2つ目は、社会主義とはどのような考えですか。一旦動画を止めて、ワークシートに記入してください。 では調べたことを確認しましょう。まず一つ目の資本主義とはどのような考えですか回答は次の通りになります。資本主義の広がりは大きな富を得る代わりに労働環境の悪化や貧富の差の拡大が生まれてしまいました。二つ目の社会主義とはどのような考えですか回答は次の通りになります。 資本主義に行き詰まりを考えた国は社会主義の国づくりにかかります。後のソビエトです。また、マルクスの資本論は資本主義の問題点を追求し社会主義の実現について書かれた有名な書籍です。最後に本次の学習課題についてまとめてみましょう。本次の学習課題は 産業革命は社会や人々の生活にどのような変化をもたらしたのでしょうかそれは産業革命により工業の生産力が向上し交通網が発達した人々の生活が豊かになる反面貧富の差の拡大や労働環境の悪化などの問題が出てきたとまとめることができます産業革命がもたらした 光の面と影の面に着目してまとめるといいです。本次の学習内容は理解できましたか次は欧米列強の成立について学習します。以上で終了いたします。